ドリーム戦3号艇の浜野谷健吾選手です。お願いします。はい、よろしくお願いします。さて SG が始まります。お気持ちいかがでしょうか。まあ休み明けなんでね、何度も言い分かんないですね、ただいつもね気持ちは入ってますもんね、はい。手にしたモーター53号機なんですけれども、印象どうだったでしょうか。まあちょっと重いんですけど、プロペラの形も、好きな感じじゃなかったので、はい、もう叩き替えちゃってます。はい、結構ガラリと。そうですね、はい、どの部分求めましたか。スタートがしづらかったので、はい、その辺を求めてきたんですね、はい。2007年の42回大会取ってますね、この大会だいぶ前ですけど、はい、このクラシックという大会の相性いかがですか。あの20代の頃は良くなかったんですけど、30代になってからは割といいと思います、はい。今回はどんな意気込みを。まあ、フライングもできないので、やれることはやりたいと思います、はい。そのフライングする前までは本当にトップスタート連発でしたよね好きなんで、はい。今回そのスタートという面はどのようにお考えでしょうか。そうですね、あの、起こす足がくれば多分いけると思います、はい。3号艇で登場となります。コースの確認をさせてください。まあ、ピットバーのここはそんなに差がないので、はい、3コース取れたらいいですね、はい。では最後にファンの皆様に意気込みとメッセージをお願いいたします。はい、大村好きなんで初日からいいレース見せます。応援お願いします。